一番下。誰もがみんなまとう激アツの炎を超熱戦超熱戦この体突き当てるまでもやって Hey! ウェルカムたち鼻からカメなんて関係ない Hey! パーフェクト、パーフェクト心でちぎれるまでは走る段階と勇気折れない心と我らの勇気やるならガチが当たり前だろ We are Seventh TV。おはようございます、よろしくお願いします。さあ福岡県北九州ちょっと待って、なんか凱旋が想像以上に開いてた。やべやべ、どうしよう、凱旋取っちゃった。そんなつもりはなかった。まあいいや、凱旋からいきます。セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西海トライのゆとりです。本日は福岡県北九州市です。内緒のお店に来ております。ということで本日企画は俺うち、俺うちとは俺湯のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。お願いします。ちなみに抽選人数が170人くらいだったのかな。で僕は144番、まあ窓マギの初代来たいなと思ったんですけど、当然無理な番号だったんで、まあどうしようかなと思ったんですけど、入ってすぐ見えるとこなんですよ、ここの凱旋が。で、まあ、加藤台のまさにこの台が空いてたんで、じゃあいいか凱旋でと思って本日8月7日、まあ花の日ってやつですね。なのでやっぱりあの置時満席でした。はい、ワロさんがゴッド3発いい高いの時に僕カメラマンとして同行したんですけれども、まあ、非常に期待感が強いお店で、その同行した時にサラバン打ったんですけど、サラバンがすごい良かったんで、だからまあ番号悪かったらまあサラバンに行こうかなとかふわっと思ってたんですけど、でもこの台取ってからどういう風に埋まってんのかなって見に行ったんですけど、サラバンはね埋まっちゃってた。だから良かった、下手に行かなくて。そしてちなみに僕今日初のレバーオンがこの台じゃなくて凱旋の代行だったんですよ、 G ストップの代行。本日1回目のレバーオン7揃えました人生で初めて朝一のレバーオンで7揃えたのは、まあ、ワロさんがこのお店でゴッド3発7700枚、私はじゃあ今日の目標はゴッド6発引いて14000枚。言うだけならタダだから。ちなみに前日最終が330ゲームとかだったんで、まあ、末置きという最悪の事態が起こってもまあ1100、200回転で当たると。リップさん、リップさん、ちなみに飛行機の時間的に6時が限度らしいです今日。まあ飯食わずに回したら8時間。うわびっくりしためちゃめちゃびっくりした。こんなに早く当たったのいつぶりよ。中段リプレイからですね、あのリップさんした時の中段リプレイから超いい、やりました64ゲーム投資なんと3000円、もうタダみたいなもんです。これは幸先よし。はい、274枚。ないでしょう。うん、まあ案の定お隣が V 揃い、リセテン。やっぱ前リセっすね、そう考えると間違いなくもうね500ハマっちゃって、もうトータルで600ゲームくらい回しちゃってるから、俺もね当てない方が良かったんよね。もう2万円なくなったし。でん中段キナナ、よし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 、まあ、前兆じゃないから天国っぽくないけどね。中段キナナからですね、次この次で当たる。684ゲームいやーちょっとハマっちゃったね。投資が25000円。はあ、316枚。はい、単発マジ全然なんで当たったか分かんない。34ゲームやったぜ。
はあ、めちゃめちゃ大事、めちゃめちゃ大事。三枚役連から行きます。ほい、タンタンタン。いや、V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 、バカタレ。ほい、ほい、はい、え、なんでもいい、もう揃ってほしい、なんでもいいわ。やばいって、頼む、1枚代行では7揃ったのに。はい、ということで引き継いで582枚。まあそうなるわな。一番下、はあはあ、久々にやっちまった。まあ当たってくれればいいや。外れたわ、あの激アツ中断機だな。いやでもあの激アツは外れてこそ激アツみたいな言葉あるじゃないですか。ゴッドシリーズはね、激アツのバランスはめちゃめちゃいいと思う。もう絶対外れないとかそこまでもいかないけどみたいな、なんかこう いいバランスだと思う。うまく説明できないけど、そうそう、もうポジティブにね。ほいまた来た。ちなみに3番目でした。いや、頼むぞ。いや今日やばい日だな。あんま見れないよ激アツ2回も。次来たらもう確定役でしょ、さすがにね。もうこの170ゲームの間に激アツ2回も外してる。また激アツ来たりして、え、やばくない？3度目の正直よ。え、今187ゲームなんですけどもう3回来てるよこの間に。で、デジャブ、おかしいだろおかしいだろ、おかしなこと起こっとるよ。俺まあまあ凱旋打ってきたけど初めてよ。中断機だな。なんだ、なんかもうすごいことになってきてるな。変なとこばっか引いてる。210ゲーム、いやこれは当たったんじゃねえか。止まって、中断機なのから当たりました。230ゲーム、いやよかった。ハマったらどうしようかと思った。激アツ3回も見たからね、すごい230ゲームだったわ。中断機なのも2回引いてるしね。まあこれは中断機なのからと。いや、やばかったな。いやストックできねえな。336枚単発。この V ハサミ偶数よく来てる。 V モードとかいう奇跡あるか。いや来すぎだな、さすがに。俺来すぎだよね。 V モードだわ、なんとかしなければ。こうほら V モード、やっぱりこういう時こそ中断機なのや。 V モード確定、69ゲーム、ここで当てればまくる。いや、なんか V モード認識した瞬間出目が弱くなったな。あの V モード確定目出た瞬間落ちてない？いや、急に来なくなったもんな。なんだよなんだよ。はぁ、じゃあ V モード確定しないでほしかったな。うわ、外れたわ。いや、もういない、もう滞在してない。うんだよ。お、やば、おめでとうございます。窓脇から設定 6?5?6? わかんないけど9米やばいよな。この会社も9米出ないかな。やっぱ今日も言われたっていうか、なんか基本的に僕が撮影行くと超よく言われることがあるんですけど、カメラマンいないんですかって超言われるんですよ。僕はもうほぼ一人でやっちゃうんで、いないですね。カメラマンがいないのがデフォだと思ってください。僕の撮影でカメラマンがいるときは車で行くのに都合がいい場所の時。これはなんでかっていうと、僕が無免許なので車一人じゃもう不可能っていう、だからカメラマンがいると。それ以外だとあとはもう2人で撮影とか3人で撮影の時とかには稀にいるけど、
まあもう基本一人っすね。で大変ですねってよく言われるんですけど、別に言うほど別に言うほどっすよ。長い、よっしゃよっしゃ、これがねカメラマンも一人でやってるからね、そりゃ来るわ。ありがとうございます。一発目現場叩き上げよ俺が。投資35,000円、よしこれで大半返ってくる。やりました。ゲーム数が分かんない、上の液晶がゴッドゲームっていう風になっちゃってるから、今何ゲームか分かんない、何ゲームだマジで。366ゲーム、そりゃ頑張ってんだから一人でいきます。よし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 、流れ変わってるからね。ここはダメ、キナナゴレンが下手くそなんよな。ものすごい枚数取れました、431枚。 G ストップも SGG もなしで、この枚数は完全に自己記録ですね。こんなに取れるか、キナナゴレンなし。いきます。純増が半端じゃないことになってますね。785枚、だから350枚くらい取れたのか。すごいな、このペースでいくとゴッド分だけど負けるかもしれない。はいはいはい、一応これでラスト。さあとりあえず約束されている5セットは終了。1553枚、なんか1セット目あんなに取ったのにね、気づけばねこんくらいになると。まあ一応 25% ループは最低でもしてるんですよね確かゴッドは。まあ順当に5セットで終わったな。大移動しようかなと思います。まあ初当たり結構軽めだったんですけど、リップさんも8回来てゼロなんで、 J ストップがまあまあまあありえるっちゃありえるのかもしれないですけど、まあでも結局あのゴッド引いてなかったらとんでもない目に遭ってたって考えると、まあそうですね、大移動した方が冷静な気がします。大探してきます。はい、ということで移動してきました。2台目は花火、また花火打つのかお前って思ったそこのあなた、打ちます、好きだから。ちなみにでもこれ移動した理由明確にありまして、ボーナス合算なんと130分の1、2200ゲーム回ってます。でビッグ級のバケ8と、まあビッグはちょっと弱いくらいなんで、まあまあ回していきましょう。で持ちコインが多分ね800枚くらいかな、ということで回していきます。今日ね窓巻きとかあんま出てないっすねって俺結構言われてるんですよ今日。そのたんびにすごい辛い告白をしなきゃいけなくて、今多分最も展開が悪いであろう左角あそこ9米出てるんだよっていうとみんなびっくりする。9米出てあんなことなるんですね。俺だから思ったのが、今までなんでこの人そんな全突破してるんだろうみたいな思ったことあるんですよ、窓巻き旗目から見てて。9米が出てる可能性があるんですよね、そういう人たちって。恐ろしい話よ。いやでも今日のゴッドはね結局上乗せゼロでしたね。ずっと単発だった、あれだから適度に上乗せしたら普通にプラスだったんだよな。まあでもねリップさんがねたくさん引けたんで、まあ逆にやめるきっかけになれたんで、まあそこは不幸中の幸いかなと思います。まあこの花火でパッと曲げて、まあもう気持ちよく飛行機に乗りましょう今日は。まあまあ間違ってない立ち回りしてますよ今日は。だって凱旋の角に座ってきっちり判別をし終わってから、このね高設定の疑いのある花火に移動すると、もうパパッとまくりましょう。40,000。ハマるかよ1000。ボーナス確率もう184分の1、もう俺があるべき姿に戻した。こいつは6でもなんでもない、もう俺があるべき姿に戻したったわ。こいつラーの鏡を俺があるべき姿に戻したわ。1000って、俺凱旋でもハマんなかったのに今日1000まくれないわ。もうあとちょっとで出ないといけない時間なんで、いやーマジ何これ、凱旋打っとけよかったじゃん。じゃあもう やめます。はい、お疲れ様でした。お
疲れ様です。帰ってきました。はい、結局現地でエンディングが撮ることができなかったんで別撮りとでね、ちょっと数日経っちゃったんですけど、まあまあまあ、あんなことがあったら数日経った方がね、エンディングも撮れるってもんなんで、ということで収支がこちら、じゃん、4万円の回収ゼロじゃなかったっけ確か。まあ結局凱旋で上乗せが一切なかったっていうのが実はもう一番の敗因。やっぱ気75連とかそういうのができないと勝てない。凱旋は勝てない。Gストップをバッと刺す、気75連させる、リプレイ4連5連とさせるっていうね、そういう引きがないと負けるわ凱旋は。もう当然のように負ける。よかったゴッと引いてて、ゴッと引いてなかったらもっとひどかったし、まあだから不幸中の幸いでもあったけど、だからね、凱旋がもしちゃんと上乗せしてくれてたらそれこそ全然プラッツだと思うし、さらに言うとまあ、あの花火を打つこともなかったんで、こうなってればこうなっててっていう、もうだからね、バタフライエフェクトよ。不幸の連鎖、呪いの電波よ。福岡県北九州市の謎の店舗の店内状況のこと言いますけど、出てなくはないとは思うけど、まあでもそれこそワルさんの時と比べちゃうとそれは出てないと言わざるを得ないけど、あの日がすごすぎたから。だからね、ワルさんと一緒に行った時はここだとするやん。で今回がここだとするやん。まあここに開きはあるが、でもちゃんと入るところには入ってるし、あ、五六角とか出てるんだ、あーなるほどねみたいな、あーワンチャンあったんだねみたいな、そういう風に思えるラインはここにあるって感じ。そう、全然わかりにくいねこれね。まあでもね、まあ、4万円負けは言いたいですが、まあ、僕はもう数日前の出来事、さらにこの動画が上がって僕が確認するときは多分もっと時間が経ってる。ああこんなこともあったわ、やり返してぜってね、多分その時の俺は闘志に燃えてると思う。そう、皆さん今この動画見てくれてるわけじゃないですか。その時の俺は闘志を燃やしてます。はい、まあまあまあ、なんで俺凱旋から移動して花火でこんな目に遭ってんだよっていう、そういうフラストレーションというか怒りに似たドス黒い感情はもうとっくになくなりましたけど、はい、もう喉元すぎればってやつですね。まあ、ただ4万円負けたというこの事実はね、もう決して忘れない。根に持つタイプなんで、はい、ぜひリベンジチャンスを与えてほしいと思っております。はい、まあ明後日のね、全然違う別店舗さんでね、リベンジしてやろうかと思います。もう無関係の店舗さんだけど、まあ、といった感じで、スケジュールがこちらこんな感じになっております。皆さんよろしくお願いします。そして新しいステッカーできました。もらいに来てください、ぜひもらいに来てください。取れ高もなく4万円も負けた割にはちゃんとゴッドとか引いて、パチスロ YouTuber 力の伸びしろを感じたぜって人はぜひチャンネル登録を。何言ってんだろうねお前ね。花火で1000ハマるとか、あの花火で1000ハマるのはもうほんと同情する。あれで負けたのはもうねしょうがない。でも1000ハマるまで回すなんてやるじゃんって思ってくれたら、ぜひグッドボンよろしくお願いしますっていった感じで、はい、それではまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。